こんにちは、どうもひでおです。ということで本日は、見てください皆さん、Amazon。めっちゃでかい箱が来た。めっちゃっていうか結構でかめの箱で届きました。そう、届いたのはこちら。じゃじゃーん。Amazon Basic です。なんかちょっと言い方今変だったな。Amazon Basic リュックの、キャリーオントラベルバックパックというものを買いました。黒色です。で、めちゃめちゃレビューがすごいんですよ。3000件ぐらいあって、3600件か。で、お値段が4351円って書いてあるんですけど、なんと 15% もオフがあって、クーポンがあって、実質というか値段が、3600円ぐらいでした。安い。高いけど安い。っていう感じで、今回これを購入しました。こんな感じです。はい。多分人によっては、ちょっとこれが、うわ、なんか、ね、やぼったいな、みたいな、ダサいなって思うかもしれないですけど、僕的には、なんかすごいシンプルで、で、あとね、これガバッと開くタイプなんで、いや、横に開くタイプなんですけど、結構容量がね、あるっぽかったんですよ。ググってみたり、YouTube 見たら。これでいいんじゃねと思って、僕自身もバックパックはいくつか試してきて、4個、5個ぐらい試して、今もバックパック2つあるんですけど、ちょっと楽しみです。ってことで、開けていきたいと思います。はい、ということで、こちらが本体です。もう箱がさ、すごいね。ボックスインボックスです、皆さん。こんな厳重な箱初めて見た。なんか、もっと透明な袋にガバーッと入ってるのかなと思ったんですけど。うわぁ、でけぇ。はい、バックパック一丁上がり、来ました。え、すごい。え、超いいじゃん。さあ、はい、一丁上がり。ってことでインカメに切り替えました。はい、とにかくでかいです。はい、僕は好きです、これ。こんな感じ。すごい。さあ、ここからちょっといろいろ見ていきたいと思います。まずこれが表面ですね。はい。ここに、ジョインがあって、で、ここがジョインジョインってなってて、で、ここに Amazon Basic っていう、まあ、ブランドロゴみたいなのがあります。全然いいじゃん。そう、Amazon 僕好きだし、そう、Amazon さんに、なんか感謝のあれをしてるんで、嬉しいです。で、じゃあ、お尻が部分がこんな感じ。特に何もなく。で、横がこんな感じ。ここがパカパカっと開いて、こっちもパカパカですね。これで、まあ、要するにガバッと開くよっていうお話ですね。はい、横はこんな感じだね。で、ここがね、わかりますか？ここが、ほら、なんかチャックが被ってますね。これが要するに容量をこういう風にできるんですよ。そう、増やせるわけです。あんまり使いたくねえなって時はこのままで、あ、もっと洋服入れたいよって思ったら、バーって開ければ、ボンってなるわけですね。で、ここ。これが、多分ね、これね、この中に入ってるんです。このショルダーベルトというか、ショルダーバッグ的なベルトですね。はい。で、横がこんな感じ。で、表というか背中部分か。ここは、何もチャックとかはないんですけれど、要するにキャリーバッグとか、旅行でいいかのガラガラですね。あれに、こう、入れることで、こうやって使えますよ、というものですね。で、ここが開けると、あったあった。これもね、YouTube とか、Google でめちゃめちゃ検索しましたが、はい。要するにこれがリュックのショルダー部分、肩にかけるやつですね。肩というか、しょうやつですね。で、さらにこの中に、あ、違うか。メインの方か。まあ、これで、ここにこうやってしょうことができます。開けちゃいましょうか、早速。じゃあ、まずメインじゃなくて、ここも一番表です。そう、ここがね、ここら辺まで開くんですよ。それもいいなって思ったんですよね。あ、ほら。この下まで下がって、こういう感じ。これいいっすよね。なんか、まあ、要するに僕が普段使うのって、どっちかってここまでなんですよ。そう、こうやって開けて、って感じだったんですけど、これの場合、パカッて結構大きく開くタイプで、横もこういう風になってます。はい。で、ここにも入れられる場所があって、ここは2分割されてます。で、ここが1、2、で、ペンが2本。いいっすね、なかなか。そんな感じ。だからここに書類とか入れていいよね。ここに書類とか入れて、ペン入れてさ。僕自身も結構書類とかはほとんど手放してきたんで、ほとんどないんですけど、なんか領収書とか、あと保険証のなんかこととかね。なんかそういうのをここに入れようかなと思います。超いいじゃん。で、開けます。ここがメイン収納ですね。はい。あ、なるほどね。ここが、ガバ。ここまでです。横は。ここと、ここまで。そしてパカッと開けると、は
はい、こんな感じになってます。でけえ、あ、いいわ、あ、いい、全然本当に良かった。で、これがあのショルダーですね、はい、これもショルダー、ショルダーとあの肩掛け、肩か、斜め掛けにできるのと、ここに横に掛けるやつですね、はい、こんな大きさです。でかっ。あの僕自身バックパックをそのヘインズイーグルとか、ハインズイーグルかとか、イナテックの30リットルとか、あと今使ってるのがオズコってやつなんですけど、それメルカリで買ったやつなんですけど、要するにそれよりもでかい、そしてそれよりもシンプルで、こういうのがあるのが嬉しい。ここ、そう、いいね、いえ、これ良くない。で、これがなんかあれですね、食べちゃいけないやつですね。で、これ洋服とかを留めるやつです。超いい、え、よくね、これ、これでこの値段で。ここを拡張してあげると、今僕がお見せしたバッグの容量がこんな感じ。うわ、でか、こんな広がる、見えるかな、こんな感じこんな感じです。すごくね、ほら、ダンボール、さっきのダンボールくらいある、ダンボール入んじゃねえかぐらいの、はい、もう手のひらって入りますね、はい、ってぐらいの大きさになるんで。そう、僕ね、洋服そんなあの持ってるわけじゃないんだけど、ドライヤーだったりとか、そのなんかいろんなこうちょっと細々としたようなのがあったりとかするんで、それを入れたりするときに便利なんです。入れたりというか、ここに入れます、はい、で、ここに要するに汗かいた、汗とか僕の場合だと夜寝た服とかをここに入れとけばめちゃめちゃ楽なんじゃねって思います。もしくは靴下とかでもいいですよね。で、これで終わりかと思いきや、ちゃんとここにもあるんです、はい、ここです。パソコンとかの収納があるわけです。一応僕自身も今メルカリで買ったレッツノートがあるんですけど、まあもっとね、本当はサーフェスとかめっちゃ軽いやつにしたいんですけど、まあそんなお金ないんで、とりあえずここにパソコンも入るし、タブレットも入るし、そして、まあ、さっき言った書類とか入れてもいいですよね、はい、奥行きこんなで、もう俺の腕食われちゃうぐらいですよ。とにかくすごいとにかくすごいね、一言で。あと超どうでもいいかもしれないんですけど、あれですね、ロックとかが、これ鍵の穴、これが、このなんていうの、チャックごとにあるんで、ロックを持ってる人、南京錠持ってる人はそこに刺してロックをすることもできます。そうすると、あの海外旅行とか行く人は、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。え、超いいじゃん、好きだわ、一瞬で好きになった。あ、しかもさ、今ここ開けたけどさ、ここもあったね、ここも、はい、ここはなんだ、あ、ここかわいい。え、ここもでもいいね、こういうただの、あの入れる場所、ここタブレット入んじゃない。まあ僕の場合タブレット、そんななんかバックパッカーでも何でもないただの、あの人なんで、はい、全然入る、余裕で入る、いいね。え、これよく作られてんじゃない、ちょっとあんま知らないんだけどさ、そんな。で、あとこう横にもこれがもうあるから、本当にこうよ、こういう風にも持っていいし、こういう風に背負ってもいいし、最高じゃん。え、これちょっとこれとりあえず、まあこれでおしまいです、はい、あのこれに荷物を僕は入れるという、今度ね、荷物入れておきますので。ちなみにじゃあちょっと僕のバックパック最後紹介しておしまいにします。はい、ってことで、ちょっと見えますか、こんな感じです。オズコのバックパックです、はい、一応ね、これには収まるんですが、そう、ちょっと見た通りでちょっと見づれえな、あのね、なんつうんだろう、あんまりね、正直服とかもないんですけど、これとか特に、あとこれマスクですね、マスク使って全然使ってないんだけどとか、ウィンドプルーフジャケット、ウィンドプルーフパーカー、ウィンドプルーフパーカー、防風ジャケット、スウェットパンツ1枚みたいな、これだけ長袖系はこれだけ。そうで、まあ、ここに今あれちょっと分割してますけど、靴下とかパンツとかこの中に入っててみたいな。正直ね、荷物これで、であとドライヤーとかでしょ、これジモティでもらったやつかなとか、あとこれがまあ僕の普段使ってるニベアとかヒゲ剃りとか、ワックスとかが入ってます。本当に、見えるかな、こんな感じなんですよ、はいマジで荷物少ないんですよ。で、これタオルなわけでしょ、そうっていう感じなんですけど、要するにこれ、ああ若干ね、気持ちちょっと狭いかなって思ったりだとか、そう、ちょっとね、こうごちゃごちゃ感が増えるから、そしたらあれにね、入れてすごい、なんだろう、フィット感ジャストかなと思ったんで、あれ買っちゃいましたっていうお話です。はい、ってことで、 Amazon ベーシックの、トラベルバックパックの紹介でございました、はい、なんといってもでかい、
そしてお値段的には、僕的には、あの今自分の経済状況的には、あのあんまり言えないけど、多分こうサラリーマン的な、あの年収がまあ500、400、300ぐらいある人からすれば、え、3600円でこれ買えちゃうのっていうぐらいだと思います。はい、いいよねマジで。しかも朝っぱらですよ、今日午前、今10、9時54分ですよ。はい、早っ。ほんと注文して翌日には届くっていう、すげえ時代だよ。そしてこういうさ、容量がある、しかもちゃんとこうコンパクトに畳められたりとか、いろいろできるのがあるってすごいよね。だから昔だったらもっとこう登山系のリュックみたいな、僕も使ってその学校とか高校ね行ってたんですけど、今の時代かっこいい、かっこよくてシンプルで、しかもなんかいろんな使い方ができるって考えるとめちゃめちゃいいよねすげえ、本当になんか感動するわ。こことかもさ、こんなさ、こんな綺麗になってるんですよ、こんな。やばい。とりあえず、まあいろいろね、ちょっと荷物詰め込んで、ね、いければなと思います。ということで、この動画をおしまいにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。